共立女子大学をお願いします。どうも、セシブログを運営しているセシミです。今日は共立女子大学について解説します。最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。目次はいつも通りこんな感じですね。最初に基本情報といたしまして、所在地、東京都千代田区となっています。東京23区にある大学ですね。設立年1886年と、明治時代が始まったのが1868年なので、明治時代始まって20年ぐらい経ってから設立した大学となりますね。かなり歴史があります。学部としてはこんな感じです。学部数は少ないですね。後ほど一つ一つ見ていきましょう。学生数4867名と、中規模な大学となっています。学費としてはこんな感じです。初年度の学費でいうと、だいたい120後半。から130万前半ぐらいになっていますね。ただ初年度はやっぱり入学金を含んでいるので、2年目以降入学金の15万円を引いた金額となっています。私立大学の平均学費は年間114万円なので、相場通りかなという印象ですね。次に偏差値について。偏差値でいうとこんな感じになっています。だいたい50弱です。なんだ平均切ってんのか、レベル低いじゃんと思われる方いると思うんですけども、日本の大学偏差値の中央値43なので、真ん中よりは上のレベルの大学となっています。ちなみにこれ質問であったんですけども、この43ってどの数値取ってますかっていう風に聞かれたんですが、これについては真剣模試の偏差値を大学順に並べていって、その中央値を取っています。で、この並べる作業っていうのももちろん自分でやってるので、ネット上でどこかを拾ってきたわけではありません。ただご自身で真剣模試の偏差値を大学順に並べてみるとわかるかなと思います。4つ目、有名人について。有名人は合計で20名、こちらの20名となっています。僕は有名人に疎いの全然知らないんですが、基本的にアナウンサーが多いですね。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、就職率と主な就職先になります。就職率はこんな感じになっています。全体を通して 94.9% と、悪くはないですね。また、主な就職先としてはこんな感じになっていて、ちょっと数が多いので、どんな感じで公開されているのかについてのみ解説します。学部学科ごとに公開されています。これについてはこちらの URL から詳しくご覧いただけますので、就職実績について詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。次に、共立女子大学の評判について解説します。流れはこんな感じになっています。一つ目、アクセスがとてもいいと。東京にお住まいの方知ってると思うんですけれども、この緑色の輪っかがですね、山手線となっていて、この輪っかの中ってめちゃくちゃ立地がいいんですよ。地価めちゃくちゃ高いと思います。なのでキャンパスは狭いだろうなと思いますね。最寄り駅からのアクセスで言うとこんな感じになっていますね。神保町駅から徒歩1分、九段下駅から徒歩2分、竹橋駅から徒歩3分と3つの駅が使えて、しかも全部3分以内というわけわからないくらいの好立地となっています。2つ目、キャンパスが広いと。これについてはね、キャンパス広いっていう口コミあったんですけど、広くないです。先ほども申し上げましたけども、こんな立地で広いキャンパス構えられるわけがありませんし、そもそもこちらのキャンパスマップご覧いただいてもわかる通り、キャンパスは広くないです。なので、キャンパス広いっていう口コミありましたけども、これは何と比べて広いって言ってるのか正直わかんないですね。3つ目、教員の評判がいいと。こちら実際の口コミです。サポートが手厚く熱心に指導してくれる先生が多いですと。まあ、あくまでも感じ方は人それぞれなので、こういった口コミ書かれている方いらっしゃいますけれども、こういう口コミがあること自体が非常に素晴らしいですね。はい、この動画では共立女子大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は白鵬大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。